はい、どうもジョン・スミスと申します。今回はツーバスの高速連打を踏むときに足を持ち上げる動きはしてはいけないということについて少し喋っていこうと思います。低速連打、ちょっと遅い連打とかやったらね、こんぐらいの遅い連打であったら別に太ももあたりから持ち上げる感覚でいいんですよ。まあいいんですよ、そういう踏み方なので。そういう踏み方をするのが低速連打なんで、それでいいんですけど、テンポ140ぐらいかな。テンポ140でちょっとクリック鳴らしますね。こんぐらいかな。こんぐらいからになってくると、もうこう足をこう毎回持ち上げて、太ももから足を持ち上げて下ろして踏んでっていう動作はすごくしんどくなってきます。足を持ち上げてはいけない理由っていうのは、単純にしんどいからっていうのと、スピードが上がらないからっていう、この2つなんですけどね。まあ、これが今回の動画の結論ですわ。まず太ももから持ち上げるって、太ももを使うと疲れるんですよ。まあそれは当然なんですけど、大きい筋肉ですよね、これ。太ももってすごい大きい筋肉でして、大きい筋肉をこう使おうとすると、すげえエネルギー、そんだけのエネルギーがいるわけですよ。筋肉量が多いから エネルギーも必要だと。で疲れるという、まあすごい単純な話なんですけども。であるがゆえに、特に高速連打とか、まあ、中速ミドルテンポ以上の連打になると、足首周り、足首とか、こう、つま先で足を跳ねさせる動き。まあ、縄跳びしてる時の動きですわな、これ。見えるかな？靴下で見えんか？見にくいか？ こう、つま先で足を跳ねさせる動きっていうのを、跳ねさせるというか、足を持ち上げる。つま先で足を持ち上げる。太ももで持ち上げるんじゃなくて、つま先で、ポイッ、ピョンって足を跳ねさせる動きが重要になります。ツーバス連打っていうのは基本的にそう。まあ、低速の時は別に、いいけど、太ももからでいいんですけども、中速以降になってくると、もうつま先の動きで踏むようにしてくださいと。こんぐらいの速さやったら特にね、もう高速連打とかはもう特にそういう動きが必須となります。アンクルモーションって言うんですけどね、というのが必須になります。これを知らずに、例えば中速連打、テンポ140か150にしようか。150で鳴らしますね、クリック。こんぐらいの速さの時にね、こう、まあ本来ならこうやってこう、まあ、足首周りを使って柔らかく使って踏むと、まあ、楽に早く踏めるような、踏めるんですけども、これを足も太ももから持ち上げちゃうと、こう 今ちょっと動画で違いが見えたか分かんないんですけども、結構しんどいんですよ。太ももから毎回持ち上げて、まあ、ガッガッてやると結構しんどい し、すぐ疲れるし、長いこと演奏できないと思います。特にまあ X ジャパンの紅とか、こんぐらいの、テンポ150何歩ぐらいの速さだったはずですけど、あれ。紅とかやるってなった時に、この足をガッて持ち上げて、下ろすっていう踏み方をやってしまうと、一曲多分演奏できないと思います。しんどいし、疲れる。途中でどっかで絶対こう、みたいになる 疲れてね。っていうのがあるので、やっぱ足は持ち上げてはいけないんですよ。やっぱり縄跳びやってる時みたいにね、こう、つま先で足を跳ねさせる動きで、こう、踏んでほしいなと思います。まあ、テンポ140、150、160ぐらいまでやったら、まあ、一応は、ここの太ももを使う動き、感覚っていうのはもうなくはないんで、ゼロじゃないんです。つま先50%、太もも50%ぐらいの感覚ではあるんですよ、中速、ミドルテンポ連打って。ではあるんですけども、それにしても太もも100%ではない。太もも100%ではないから、太ももから持ち上げるっていう動作はやめてほしいっていう話です。そう、疲れるっていうのがまず一つありますと。太ももから持ち上げてはいけない。足を持ち上げるのは良くないっていう話。とあと、まあ単純に速さが出ないです。やっぱ速い連打ってなってくると、こうすごい速い連打ね、こういう細かい、できるかね、まあ、こんぐらいの速い連打とかになってくると、もうほんまにつま先とかすねの筋肉とか、すげえちっちゃい細かい筋肉を使うことになるんですよ。そうなってくると、もう毎回足上げて下ろして、ここ太ももからね、ガッガッて上げて下ろしてなんてことは、まあやってられないわけですよ。そんなんしてるともう追いつかないと ってなってしまうんですよ。やっぱ小さい、まあ、手でもそうなんですけどね、まあ指のこう細かい動き使った方が早く叩けるじゃないですか。それと同じで、足もやっぱ細かいちっちゃい筋肉、もう先っぽの方の、足の先の方の筋肉をこうちょこまかちょこまか使えた方が早く踏めるんですよ。こう
ちょこまかちょこまかとね。まあ、っていうのがあるので、やっぱり持ち上げるのは良くないっていう今回の動画の結論でございました。足を持ち上げるのは良くないってことを延々と喋ってる動画でしたが、まあ やっぱどうしても疲れてしまいますし、低速ぐらいですね、ここから持ち上げる感覚があるのは。でも130ぐらいまでかなと思います。でも130どんぐらいやろ、流してみようか。あー、間違えた。大体こんぐらいの速さまでかなと思います。足を持ち上げる感覚でいいのは。それ以上になるとやっぱもう足首周りの感覚の方が強くなってきますし、まあアンクルモーションというものがあるんですけど、それを習得せんことには高速翼連打って踏めないので、まあやっぱそっちも、まあ私もそっち動画出してるんで見てほしいんですけど、アンクルモーションね。 アンクルモーションを習得するとともに、足を持ち上げない、持ち上げなくとも踏めるようにするっていうことはもう練習してってほしいなと思います。高速、翼連打においても必須事項なので、意識してやってほしいと思います。で、今回の動画はそういう足を持ち上げてはいけないっていうことについて少し喋りました。こんな感じで私のチャンネルでは普段ドラムの練習について情報発信を行っておりまして、今回みたいに翼連打の話だったり、あと手の連打の話、手を早く動かしましょうみたいな、手のテクニックだったり、フィルインの考え方、増やし方みたいなことについてもいろいろ喋っておりますんで、よければチャンネル登録、高評価ボタンなどよろしくお願いいたします。という話でした。本日はそんなところで、以上、ジョン・スミスでした。